時空の裂け目発表は以上です。ご清聴くださりありがとうございました。これより質疑応答に入ります。では、ご質問のある方は挙手いただき、指名を受けて発言くださるようお願いいたします。ムーンガザ大学の VR 行動は、まるで今が深夜であるかのように、透き通る静寂で満ちていた。地球上空に突如として出現した謎の穴は、噂通り本当に、 時空の裂け目だったそんなものが目の前に現れたといわれても科学的かつ学術的に十分論証できるといわれても多くの人々にとってはにわかに信じられないしやすやすと受け入れられるものでもない一部で予見されていたことは周知だがそれはあくまでも可能性としてのものだったはず次元は複数存在し私たちの日常生活と折り重なり合っているという学説も 想像力豊かな夢物語としては楽しんできたし、専門的な研究も盛んに行われてきてはいたが、真実。マジか。聴衆から溢れ出た感情は、静かにうねる波となり、私の胸へ雑踏し寄せ、背をすり抜けた。はい、そこのあなた。今回の発表内容は、先日行動された宇宙人騒動と何か関係があるのでしょうか。 その件については我々も注視しており関連性や経緯を中心に鋭意調査中ですはいそこのあなた時空の裂け目の出現は科学技術の進展へどのような影響を及ぼすでしょうかこれまでの常識を大きく描画する新たな潮流が始まるだろうと予測していますはいそこのあなた人類はこの変化についていけるでしょうか また、どんな恵みを得られるでしょうか。わかりませんが、過去の過ちと成果をもとに、恐れず親切に進むことが大切だと思います。その後、いくつかの問答が続くうち、会場の空気は次第に温まり、日常性を取り戻した。これを機に、我々はどのような舵取りを選択するのか、どのような価値観を見出していくのか、次元を超えた観測や発見は、 これまでの社会常識や倫理観にどう響いていくのか。そうした答えにつながるヒントを我々は今日から改めて探求していくことになる。母なる地球から育ち、月に住むことを決断した時から時の進み方が早まったように感じる。と同時にこれまで難問だと思ってきたことが実は簡単な問いかけだったことを理解した。そしてできないと諦めていたことも努力と協力の末、 ロークと挑戦の末可能となった。これはまさしく成長であり進化と言える。ならば、没興したばかりのこの未知なる扉とも我々の英知を結集し誠実に向き合おう。そのずっと先で、きっと、次なる扉が待っている。ME14 年1月1日、ジャクサル時空科学研究所 ムーンガザ大学、時空学部。准教授、スティーブ・鈴木イエリオット。